わしの価値か。ああ、存分に見定めるといい。ヨシテル公、あなたは決してくじけないのだな。ならばわしも習おう。何があろうともくじけず立とう。ついにこの日が来てしまったのだな。三成、わしはもうお前から逃げたりなどしないよ。この強行軍は信長公のお考えか、それとも勝家、お前の決めたことなのか。信長公三井、これは恐怖がゆえか、それとも絆がゆえか。神道滅却というわけだな。独眼竜も侮れないな。独眼竜真田、お前たち二人が手を組むとはな。どうやら本当に覚悟を決めねばならないようだ。我が衆、どうか見届けてくれ。今までわしが培ってきたあらゆる力、そして絆を。これはなるほど、鍛錬相手には事欠かないか。あなたや真田がどこまでも強いわけだ。いや違う、わしだ、徳川だ。はあ、聞いていないな。なんとかなだめるしかないか。この迷わぬ姿勢だけは見習うべきなのかもな。楽しそうだな。思わず羽目を外したくなるよ。そんなやり方では自ら絆を断ち切るだけだ。己一人で立たんとするか。鹿之助、お前はお前の好みも相変わらずだな、元近。無論わしも嫌いではないがな。毎度のことながらお前には驚かされるよ、勘兵衛。ここでお前を見逃すようなら絆を掲げた意味がない。その男を解放し罪を償うんだ、松永。ああ、わしでよければ存分に語り合おう。鬼始末殿、日の本の父たるあなたに一体何があったのだ。お前との一騎打ちか。なぜだか少し懐かしくなるな。自分を責めるな。気が済むまでわしを傷つけてくれ。そして共に弔おう。人よ、お愛した優しき神よ。やっぱ気のせいじゃなかった。木陰の奥にちらっと見えたあの青いもん。ここまで来たらもう引き返せはしない。それがし徳川家康、東照の名のもとに参陣つかまつる。来たな、絆の友、ぜひたどり着いてみせてくれ。所詮は伊藤武か。じれたが末に勲を求むるなど死後の行いぞ。やはりその方も人の子だな。まるで我が子を眺めやる男親のごとくだ。信長公、秀吉殿、そしてまだ見ぬ才の帝、あなた方は紛れもなくこの日の本の英雄だった。さて魔の友よ、ここで油を売っていてよいのかな。あるいは彼が覇王の餌食となってしまうやもしれないぞ。ならば伊藤武がそれ式だったまでのことよ。わしは果たして彼らの器に並び立てるのか。今さら問うべきことでもなかったな。そうか、お前が秀吉殿を力を超えてみせたのか。知りたいな、何によってそれを果たしてみせたのか。まず初めに巡り会えたのがあなたでよかった。秀吉殿、あの日示し得なかったわしの答えをここに提示てみせよ家康。力を射問い忌避し、それでもなお逃れぬ者よ。伊藤武が、たかが猿の一匹に息をあげるか。
わしはあなたほどに強くはなれなかったのでな。だがそれでもわしは導く。たとえあなたを下してでも。怪我人がいるんだ。今はお引き取り願いたい。どうしてもというならば、まずわしを撃ってもらおうか。戦わず、そこで安静にしているんだ。必ずお前を癒してみせる。そう、大いなる絆の力で。いつ見てもすごいな、この潜水は。とてもじゃないが、わしでは取り回せそうもないよ。ありがとう、よく持ってきてくれた。だが放電は負担が大きい。当面は控えろよ、戦わず。この葵の光がお前を守ってくれるよ。よし、これでいつでも宙を舞えるな。とは言っても傷が癒えるまでは許可しないぞ。戦わず、お前の中に無数の明るき絆が見える。わしはまた一人大事な友を失ったのだな。戦わず、ダメだ、まだ動いては。どうしてお前はそこまで優しくいられるんだ。大丈夫だよ、戦わず。こんなところで朽ちるために道を違えたわけじゃない。絆？慣れ合い？なんですかそれ。筋金入りのアホだね。閻魔帳に乗るくらいだしね。何も言わずとも支えてくれる、そんな絆の温かさ、きっとお前にも分かる日が来るよ、又部。この約束の地でわしとお前が今向き合った。力任せでは訪れぬ綾、これぞ絆とわしは思う。死してなお続く尊き絆だが、今はそれを求めない。みんな必ずや生きて帰ってくれ。そちらも随分と培ってきたのだな、絆の力を。勝家、お前もまたあの方のもとより巣立ったのだな。独眼流のもとなら何かを見出すにはうってつけだろう。見守られ挑むか。いつ以来の話だ。あなたの仲間は強いな。七ですら怨んでいる。彼らこそがわしの誇り、わしの家族だ。愛も変わらず綺麗な技だ。そこは昔と変わらないな。独眼竜、お前は新たな絆を手に入れたのだな。お前がそうするように、わしもまた絆を抱き続けよう。ひとまずわしは手を出さないが、ほどほどに頼むぞ、独眼竜。オーケー、ゲストとしての分はわきまえるぞ。ここで終わる気などさらさらない。そうだろう。誰に言ってる。ああ、分かっているよ、戦わず。もうお前の心から目を背けたりはしない。戦わずに被験しうるとは、孫を刀なき手だれだな。こんな別れを迎えるのも一つの幸せなのかもな。ありがとう、戦わず。最後までわしを思い続けていてくれて。このまま破れ去りはしない。絆が力に劣るものと人の心に刻ませはしない。民を導くのはわしかお前か。共に残そう、この世の非業に破れぬ希望を。何をしている家康、早く私についてこい。秀吉様も半兵衛様も首を長くしてお待ちかねだ。三成、それは夢だ。
過ぎ去りし思い出、忘れ去るべき過去なんだ。家康、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 私は貴様を友だと思っていたんだ。三成、わしもいや、全ては夢だ、解き放たれし夢なんだ。あんた、てめえに嘘ついてんだろ。だからイカサマ野郎だってんだ。ずけずけと言ってくれる。だが釈明はしない。言葉ではなく拳でわしの心を知ってくれ。あの人にとってどんだけあんたが重かったか本気でわかんねえのかよ家康。わかっていたさ。いや、つもりだったのかもな。いずれにせよわしは選んだんだ、三成よりも民。あの日我がいち早く主を止めていれば、いや、身も鼻もなき昔語りよ。行夫、そうか、気づいていたのか。きっとお前も散々葛藤したのだろうな。徳川、主だけは断じて許しえぬ。三成に傷を負わせた主が、負わせられる主が。行夫、もし仮にお前がわしと同じように動いたなら、きっと三成は今以上に深く傷ついていたと思う。あなたや三成と共に興じたあの境、あの心地よき思い出を胸に、今あなたと決別する。この後に及んで未だ過去にすがるか、家康。ならばその弱きと共に礎として散るがよい。貴様の心の強度、拳ごと砕いてやるわ。絆も情けも弱さなどではないんだ、秀吉殿。本当に残念だよ、家康君。君には大きな役目を任せるつもりだったのだけれどね。まさかあなたがそこまで買ってくれているとはな。だが謝りはしない。それはきっと侮辱だろうから。君は秀吉を裏切った、そのことを許すつもりはないよ。わしも許しを請うつもりはないさ。民を見る目がまた一段と優しくなったな、独眼竜。だからこそ正直王と名乗ってほしくはないが。見くびんなよ家康。キングオブニューワー、そんじょそこらの王とは違うぜ。あんたより先に軍を広げなくちゃな。手加減はしねえぜ家康。やれやれ、こんな形で競うことになろうとは、お前相手では全く気が抜けないな、独眼竜。徳川、てめえにはわかるのか、政宗様の思惑が。なんとなくという程度かな。もしお前にわからないのなら、近すぎるゆえなのかもな。政宗様とてめえ、より膨れ上がるのはどちらか。そうだな、案外お前と戦う次第なのかもしれないな。真田、お前との祝宴ももうこれきりかもしれないな。突然何をおっしゃられるか。虎の跡目も決さぬまま背を向けるなど認めやせぬ。この雪村めの二層お受けくだされ、徳川殿。本当に強くなったな、真田。よし来い。あんたが本当に虎で亡くなるなら万々歳だけどね。まお日様ってのも忍びにとっちゃ難敵だけどさ。やはりわしの呼ばれ方を心よくは思っていなかったか。心配ないさ、我が氏の跡継ぎは真田ただ一人だ。うちとは朝からの縁だしさ、まみんなで幸せになりましょう。みんなで幸せにか、そうなるといいな。我が氏よ、わしはもう虎にはなれない。温かき父の教えとはまるで異なる道を行く。それはどうかの。お主の意図に関わらず、その身は白く抜くんでおるわ。我が師よ、あなたの魂に
わしは拳で問いたい。それもまた死の役目じゃ。さあ撃ってこい。刑事、今宵は共に組み交わさないか。わしらには語り明かしておくべきことがあると思うんだ。ああそうだな家康、とびきりうまい酒を用意して待ってるよ。見違えたな刑事、お前らしい背負い方だ。あんたに言われると嬉しいね。今は新たな重みが心地いいんだ。今も昔もわしの思いにそっとうなずいてくれる。礼を言わせてくれ利家、本当にありがとう。なに、礼を言うならそれがしの方だ。でも決して無理はするなよ竹千代。あなたも刑事も気がつけば早、時の流れとは本当に目まぐるしきものにござりまする。ああ本当にその通りだ。いっそ全てが止まったならと時に思わなくもないよ。今やお前、いやあなたはそうそうたる一勢力の王座だ。しでかしたことはほぼ同じなのに、なぜこうも異なる。勝家、かつてのお前は一人きりじゃなかったか。自分一人のためだけになせることなど多くはないんだ。なぜ自ら未来を損なうような真似を。いやきっと私とは同様の理由なのだろうな。ふっ、糸竹めはようやくマシラの夢より覚めたが、よい許す。今一度世の会なにすがれ。お許しを信長公、それだけはできない。力と同じく恐怖もまた人の敵でしかないのだから。この先何があろうともわしは決して忘れない。信長公、あなたのもとで過ごした愛しむべき日々を。ならばそれを胸に欲界へと落ちよ。糸竹、世が直々に念入りに制してくれるわ。光秀、わしはもう公と共には歩めない。お前の真意はわからないが、願わくば最後まで共に。あなたに言われるまでもありませんね。あの方に付き合えるものなど私くらいですから。話は聞いている。随分と苦境にあるようだな。もし叶うならばわしと手を組まないか。おお、願ってもない話だ。さすがは太陽の正義。いやしかし、あれ上には逆らえん。徳川殿、貴殿を見ると羨ましくもある。強者たちにとらわれずこの乱世を渡り歩けるのだからな。長政殿、やろうと思えばお前にだってできることさ。少なくとも支えてくれる人がすぐそばにいるのだから。あなた昔とは随分変わってしまったのね。一、今のあなたの方が好きよ。お一殿、そういうあなたはずっとお変わりない。恐怖あるいは力に深く囚われ続けたままだ。お一殿、どうか長政殿を信じ強く生き抜いてほしい。信じるだけじゃダメだってよく知っているはずなのに、あなたは昔より少し残酷になったのね。誰かのものになるというのも絆でしょ。身も心もきつくきつく言われて。人の身や心は物じゃない。あなたがどうあろうとそれだけは確かだ。あなたのその指、見事なものね。どれだけの罪を重ねればそんな風になるのかしら。罪か、そうだな、あなたの言う通りだ。だからこそ渡せはしない。
これからも重ねゆくために。お前の中の虎を呼び起こすのです。わしが継いだ虎の魂は眠っていると。歯の者が元を離れたがゆえも惨事は憎く。見事乗り越えてごらんなさい、刀匠殿。ああ、必ずや。このわしを火と定めてくれたあなたの瞳に報いよう。互いに忠義者、絆者であるがゆえかな。お前のその物腰が時折あいつを思い出させるんだ。誰のことだか知らないが、教習ならよそでやれ。会いたいならさっさと会ってくればいいだろう。家康くん、交渉事ならこの素敵紳士にお任せだよ。いや、申し出はまあありがたいんだが、下の巡りならわしと似たようなものじゃないか。贈り物なしで絆なんて世間はそこまで甘くないよ。いや、わしはこの拳で語っていた。お前もどうだ。男にしてはまだまともな方か。いや、こいつよりも。な、あまりジロジロ見ないでくれ、直虎殿。直虎殿、願わくばあなたとも良き絆を保ちたいと思う。そういうことを真顔で。やっぱりお前もあれだ、女たらしってやつだ。家康さん、春様捜索のため忠勝さんを貸してください。手伝ってやりたいのは山々なんだが、今忠勝に離れてもらうわけにはいかないんだ。すまないな。すいません、待ってくれって言われたけど待ちきれずに押しかけちゃいました。まったく、お前ってやつは。それで春久殿の行方はつかめたのか、鹿之助。元近、今一度わしと共に歩んでくれるか。水くせえな、おい。分かりきったことを今さら聞くもんじゃねえぜ、家康。いつの日かお前の船で旅をしたいものだな。おう、どこでも連れてってやる。異国なんてどうだ。我が盤上の国に最も不要な存在が貴様よ。残念だが、わしもお前と分かり合えるとは思えん。徳川よ、なぜ貴様は忍び続けなかった。覇王の後釜でも志せば、どうせず天を狙えたであろうに。それほどまでに時をかければ嘆く民が増えるだけだ。それにわしはもう力を振りかざしたくはない。お前の道は魔王や覇王とは違う、そう言い切れるか。違う。だがわしはまだそれを示せずにいる。誰よりも波を恐れる反面、自らが波たらんとする。お前の生き様はまるで銅線の裏表だな。ああ、我ながらそう思うよ。さすがは孫一だ。目利きの方も頼りになるな。海賊さん、あなたのことをとても心配していました。潮らしいあの人なんてすごく気持ち悪かったです。元近もすごい言われようだな。願わくばこの先もあいつの友であり続けてほしい。元近が心配していたぞ。近頃のカンナギ殿は様子がおかしいと。何かあったのか。おかしいなんて、失礼な海賊さんは大嫌いです。でも家康さんには紹介しますね、卑弥呼様を。ねえ家康さん、あの豊臣に反抗するのって怖くはなかったの。そうだな、正直恐ろしくはあったよ。だが動かぬことの方が何倍も怖かったんだ。このカチコチのくるみ、家康さんの拳で割ってください。己の手でやってみるんだ。拳が砕けてもきっと何かが変わるはずだ。私たち小早川軍も何かと厳しい局面でしてね。どうでしょう、金吾さんもろとも参加に加えてみては。それはこのわしを織田へと呼び戻すための布石か、あるいは
ただ本当に金吾を守るためにか。お気をつけなさい。あなたの道は茨の道。いずれ進化すら敵に回るやもしれません。こうのようにね。もしそうなったら、それこそがわしの断罪の時だ。償う覚悟は初めからできているさ。権限、ズバリお前さんには軍師が必要だろう。豊臣を捨てた者同士、仲良くするべきじゃないかね。まあそういえばその通りなんだが、わしの庭に開けた穴を埋めてからにしてもらえないか。お前さんの言う絆と小生の穴道、なるほど、似ているな。あ、そうか、そうなのか。徳川、お前は苦痛激痛鈍痛疼痛心痛皮痛あらゆる痛みで悶絶しろ系だ。いいぞ、その系とやら受けてやる。だが受け切った後はお前を殴る。又部、お前がわしを憎む理由は何だ。わし自身も気づかぬうちにお前を傷つけていたのだ。アホ官の部下でうだつも上がらない雑魚野郎、そんな哀れましげな目で俺様を見てたからだよ。ご神体の主とはズバリあなたですね。そう、つまりあなたの正体は隠れザビリオン。いや待ってくれ、それは誤解だ。いくらなんでもその間違いだけは本当に困る。お前が作る楽園とやらはさらなる争いを生むものではないな。ザビーランドに興味があるのですね。招待券を用意させましょう。足利公の敵であるあなたを手前は何としてでも撃たねばなりません。仕方がないさ、それがあなたに宿る絆なのだから。さあ始めよう。忠勝に並び勝されし勇士よ。あなたの主に必要なのは良き師ではないか。信玄公ならば紹介しよう。大変ありがたいお言葉なのですが、これ以上他家に迷惑かけるわけにはいかないよな。忠勝殿が上の空よ。わけは分かっとうね。おせっかいた思うが、まずは向き合ってみるこっちゃ。そうか、忠勝、すまない鬼島津殿。あいつとの勝負を心待ちにしていただろうにな。なぜ足利方についたのだ。鬼島津殿のことだ、何か理由があるはず。剣帝をしのぐ強さを見とるため。ジャドン、思い知らされたわ。到底及ばぬ力の差を。世の真理への反逆か。まず徒労に終わるだろうが、まあ好きにするといい。松永、わしは本気だ。必要とあらばこの時ごと絆の拳で壊してみせる。刀匠よ、剣を取り巻く音色はやはり心地よいな。願わくば私もこれだけの音を奏でてみたいものだ。松永、こんなものを慰めとする気なのか。これほどまでに粘く重苦しいものを。北条殿はすでにこの世のものではないのかもしれない。だがそれが松永に従う理由とはならないはずだ。思うよ、大した賭けに打って出たものだな。見事な決断だ、実に面白い。よしてる子、あなたには分かるまい。小さき絆を守りたいと願う人々の思いなど。ここだけの話だがな、魔王に覇王だったか。その方からは彼らよりも強き光を感じるのだ。仮にそうだとしてもわしは喜びはしない。力よりもなお大きなもので彼らの先を歩みたい。少しばかり肩が凝ったかな。
ありがたいことだ。わしが傷つくだけで済むならあまりにも安い代償だ。力には誰も抗えないか。いや違う、絆は不滅だ。そこにいるのは幼き日のわしか。そうだな、やり直してみるか。光を溶かせ、誠を閉ざせ。さあ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 、全ての席はわしが追う。藤木の羽よ、わしに勇気を。定めを壊しゆく勇気を。門を固まれ、熱き絆よ。シャワンの期待を裏切るな。ん？いや、なんでもないさ。ただ真後ろに月が見えたような、そんな気がしただけだ。さて、わしの力でどこまで封じられるかな。これが天下人の味か。ああ、忠勝か。大丈夫、わしは元気だ。皆を導くため下を向いてはいられないからな。この間町の者から言われたんだ。ありがとうとな。嬉しいものだな、忠勝。